皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もシャドウオブザトゥームレイダー遊んでいきましょう。さあ前回ですね、アイテムクライミングアクスを入手してジョナと合流したところで、今日もね先へ進んでいきましょう。でその前にカスタマイズ武器を強化しよう。こっちね、インベントリーでリカブ棒4アップグレード可能。これをぜひやっていきたい。さてこの4つかな。ダメージ、あと発射レートとドロースピードで、最後にホールド時間、この4つで、これ全部にそれぞれ素材が必要か。どうしようかな。一旦ダメージ、よし。でさらにダメージ、これいけるんだ。あと発射レート、これもかな。発射レート、よし。でさらにダメージ、オッケー。さあこういう感じ。あとそうね、近接攻撃、これダメか。アックスネとナイフで、それとコスチューム、こういう感じ。冒険家と闇の天使、これ過去作家とトゥームレイダー2とボンバージャケット、これはさすがにデフォでいいかな。これね、あとこれも作っていきます。イブニングスターのケープ、パーセプションハブの効果時間が延長される。これぜひ着てみたいな。結構薄着っぽいね。ただ革4つか。素材がもうない。よし。さあ一旦これでいきましょう。矢を強化して、こっち。行くぞー。こっちでしょ？折れそうだ。手を貸してくれ。よし、あれか、集落。きっと区役役ね。降りてみましょう。友好的な方々なのか。行ってみよう。これ行くの？これジョナ大丈夫か？本当にここを進むのか？よし、離れないで。これを道とは呼べないな。絶壁も絶壁。おっと、危ない。もう少し。もうすぐか。前にも聞いたな。お、捕まえたぞ。大丈夫か？大丈夫よ。あと2、3歩。 OK、 大丈夫だ。大丈夫？大丈夫、大丈夫だ。よし、なんとかセーフ。おい、今お前怒ったでしょ。ガクってなったよ。ガクってなったよ。あ、で、ここにも、これね。なんか穏やかじゃない方々いそうなんだけど、大丈夫かな。誰が作ったんだろう。インカ人かしら。推理学。橋が降りてる。その重りで上げられないか。多分。待ってね。と、モノリス。あとそこに。こいつか。さあこれ何？文字盤か。で 100%。 これにはインカの神コンが描かれている。彼は太陽神インティと月の女神パチャママの息子。コンは風と雨を司る神だとされているけれど、コンが担うのは南方からの風雨のみで、北方のものは兄弟神パチャカマックが司るとしている話もいくつかあるわ。インカの神様コンさん、インカ帝国か。今これペルーだもんね。そう願うわ。あとはね、こっち、よし。さあアイテム、やっぱまずアイテムかな。これを見ておきたい。あとね、フック投げられます。こういう風にジャンプして四角ボタン。ただどこに引っかかるかよくわかんない。今いいかな。と、モノリス。よし。あ、これ中級なんだ。いけるね、よし。さっき習得したもんね。近くのものの説明ね。2匹の蛇が生と死を守っている。私はその永遠の葛藤の中で
身動きが取れない。2匹のヘビ、生と死、一旦こっちか。将来こんなに野外で過ごすことになるって知っていたら、もっとボーイスカウトを頑張っていたのにな。嫌だったの？いや、うちはあまりそういうことができる家庭じゃなかったから。待ってね。あとね、そこになんかある。これね、サバイバルキット。これはぜひとも取っておきたい。こっかな。よし、さあほじくり返して。これ誰ここに埋めてんの？君はどうだ、ガールスカウトやキャンプに参加してた？寄宿学校も含まれる？さあどうだろうな。入らないか。でもロスはいろいろ教えてくれた。私は大人といる方が好きだったし。ロスか、懐かしいな。ほんと2013年のあれかな、トゥームレイダー、あれにいた気がする。とラマの置物。あと待ってね、ここになんかあったな。イーライを取ったし、腕はすぐ治るわ。ああ、もう随分良くなってる。さあこれをどうする？仕掛けが動いた。水が橋の動力になってるんだ。で次これか、これを開通させる。待ってね。さあここで引くか押すか。重すぎるわ、手を貸して。どう？よし、こうか。バケツに水が溜まってた。よし、この重りでどうなるかな。で、何？ローラーがそっち行ってんの？ここに来る。水が漏れてるわ。水が漏れてる。あ、これあれか、次元式か。さっさとやれと。ちょっと待ってね。固定しておく。どうやって？これ上ないもんね。一旦見ますね。ここではない。となると普通に打つか。もう一回。よし。で、からの。そう、これね、これどうする？それか。待ってね。これ結ぶんじゃないの？ちょっと待て、ちょっと待て。多分これと、それを結ぶんじゃない？と思うんだよね。ただどうするかな。そのガラガラ、あれが下に向かっていく。あ、多分下か。足場がある。あ、こうか。これで、待ってね。え、これいけんの？これ。ジャンプでいけんのか。やってみよう。さあ、もう一回。よし。押し込んだら即座に下に行く。はい。さあ、ここで、捕まって、で、待ってね。早く。おや。こう、そう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 。さあ、ここで、こっちか。よし。ジョナ、話していいわよ。オッケーです。いいぞ、早速渡ろう。さあ、開通した。上に行こう。あ、これさっきのか。ここね。よしよし。さあ、経験値。これはジャンプかな、さすがに。はい。え、これ何、ジョナどうやって来たの、これ。先に。ここを通るしかないわね。先どうぞ。あれは何かの石碑、それとも手伝ってくれる？そうだな。何の？これレシピよ。薬草の調合法みたい。集中力を高める。またジャガーが出たら役に立つかも。出ないでほしいな。出口はこっちだ。
フラグを立てんな。絶対来るっしょ。さあ、イーグルアイ。L1 直して三角ボタン、パーセプションハーブを使用します。で、これによって周囲の動物や天然資源を感知できるようになります。よし、パーセプションハーブ。待ってね。他になんかないかな。ありますね。布切れ。野生生物。これ早速使ってみる？はい。どう？さあ、パーセプション。で、こうなりますと。あ、これすごい便利ね。特に葉っぱね。この最終か。あと動物。動物おらんか？そこにしたいね。で、こっちか。これは目標地点。よし。出発。さあ、死肉。これもらって。これ、どんぐらい継続するの？お父さんのノートにペルーの話は？ないわ。ペルーには隠された黄金の都、パイティティがあると言われてて、世界中のトレジャーハンターが探してるのに、パパのノートはメキシコで止まってる。興味がなくなったのか。わからない。次のノートはシリアの話。さあ、ここでピストルのパーツ、グリップ。これがついていた武器はジャングルの湿気にやられてしまった。何かが刻まれている。でもほとんど読めない。これクラフトじゃないのかな。待ってね。何かが刻まれている。どこだ。 PH4 パーシーフォーセット。そんな、彼が消息を絶った場所から何千キロも離れてるのに。これか、 PH。 ただどうしてそれはここに。何千キロも離れてる。待ってね。とチャレンジトゥーム近くにある。双子が語らう銀の冠の山へ。今これ行けるかな。道が正しいとして難しいわね。用水路があるのはいい兆しだけど。そうだな。かつて人がいたんだ。今もいるといいな。さあ、マップ見ようか。チャレンジトゥーム、ここらしい。そっちか。で、その前にスキルポイント、これがですね、1ポイント。どれ取ろうかな。これいいな。オールビジョン。敵資源ハード難易度のオブジェクトがハイレートされます。ただ2ポイント貯めでいこうかな、一旦は。さて、こっち、チャレンジトゥーム。道を見つけたわ。入れるかも。きついな。俺はここで待ってる。いけるっぽい。よし、こっち行こう。これは初のチャレンジトゥーム。結構長いね、この道が。よし、もうちょっと。さあ、こっちなのか。マップで言うとここですね、森林の中。行ってみるか。さあ、未知のエリア、チャレンジトゥーム。ここもか、トラップ。結構人死んでない、やっぱり。よし、川。川大事ね、これ本当に大事。で、何？下。下行くのこれ。ちょっと待ってね。いや、これ無理だろう。さあ、となると、こっちか。これか。よし。で、こう、猿のように飛んでいく。このゲームね、ぶっちゃけ探索とね、パズル。あれはハードじゃなくてもいいかな。結構そこら辺は本当に縛りっていう感じですね。自分に課す試練というか。さあ、ここでトラップ。これはちょん切る。はい。よし。で、さらにバックパック。OK。スキルポイントもう1ポイント欲しい。ぜひ。で、ここにアイテム。サバイバルキット。取りに行こうか。こっちじゃー、こっちなんじゃー。
これすごいな、これもう道じゃない。さあ乗り継いで、そこに、はい、斧で、ここはですね、久しぶりのこれかな、ラピリングだと思う。これ違うのかな、もしかして。こうか、よし。で、この状態でブインブインして、はい、よしと。で、さらに経験値、待ってね、もうちょい。これテント、キャンプか。20世紀初頭のものね。あー、ただ現地民に殺されてる、嫌でね、全員か。と、ここにマップ取れよ。よし。あのノリの効いたシャツを着た男フォーセットは世間の注目を一身に浴びるだろう。しかしそれも長くは続かない。失われた都市エルドラドの発見者として世界に名を残すのはこのティモシー・ウォーカーだ。我々は渓谷にキャンプを設営した。ここまでの道のりは最悪だった。ここで数日間休み、今後の方針を練るつもりだ。怪我の治療が必要な者もいる。私も一晩ぐらいはぐっすり眠りたい。昨夜キャンプを何かが通り抜けたと隊員たちは言うが、ジャングルでの生活でおかしくなったのかもしれない。目的地は近い。もう少しだけ頑張れ。そう言い続けている。石膏の一人がこの先に寺院のようなものを見つけた。今日の午前中、我々は橋とはしごの建設を開始する。そして午後には出発する予定だ。キャンプを何かが通り抜けた。これなんだろうね。ジャングルキャットなのか、先住民族なのか。で、全員死にましたと。さあ、ここで、なんだっけ、サルベージ。これもらって、あとそうね、物資、ないかな。これね、難易度ノーマルにしてパズルやるとね、姉さんがすごいつぶやくんだよね、独り言。あの樽をなんとかしたいんだよな、みたいな。延々と言ってんの。認知症かってぐらいに。あれ面白かったね。でもこの難易度ハードはそれがオフになってると。ただまあセリフの削除っていう風に考えるとちょっとね、寂しいよね。こっからこれどう行くの？上方向。ん、こっちか。ここね。よし。さあ、よじ登ってからの、これなんか縄っぽいよね。これ掴まれんの？無理か。え、これ何？これなんだろう？これどう使うの？よし。さあ、一旦は、こっち来て、そっちかな、もしかして。そこじゃない。こっちかな？待ってね。それ取っ手なのか。よし、取っ手か。まだまだ、何の音？何かがいる。ほら、声するもんなんか。え、何？現地民か。いるよね、なんか。もう、ベースキャンプ。さあ、これがですね、ここね。で、サバイバルキット。これがですね、どっち方向？そっちか。そっち方向。で、キャンプ。よしよし。で、さらにサルベージ。これ薄着の服。あれ作っていきたいな。ぜひ。薄着の服。あとアップグレード。待ってね。うん、これ作れますね。イブニングスターのケープ。これ薄着なんでぜひ作っておこう。工作。目の保養ですね。薄着じゃねえじゃん、これ。なんだこれ。おい。アイコンとなんかだいぶ違くない？まあいいか。作っちゃった。マジか。すげえへこむわ、これ。なんだこれ。鳥人間コンテストかな？よし。まあ、へこんでいても仕方がない。行こう。薄着じゃなかったか。
これなんだろう、自然に崩落してんの。ここな、すげえトラップありそう。ここ何、神殿か。よし、さあここで素材もらって、こっち、これは逆に取れません。上か、こっちね。いや、ここも崩落してる。さあどうなったら行けるところ、そこかな、こっち。よし、あ、でかい、ここ、この神殿。なんて素晴らしい眺めなの。でさらに仕掛けか、そこね。行ってみよう。やっぱこのワクワクはいいね。あとね、そこ何、 X 連打でこじ開ける。え、何、そこ行けんのこれ。行ってみようか、うん、よし、あ、四角か、四角連打でこじ開ける。よいしょ、これ多分帰り道かなぽいよね。あとね、そっち、そこ、出口かしら、出口かしら。これこっち出口か。あ、そう、ね、ちょっと待ってね、来てしまった。一旦見ておこう、こっち。これ滑落すんのかな、シャバーっと。きっと出口。じゃあ一旦こっちかな。よし、さあ行きましょう。こっから入って、いや待ってね、そっち、これそっち行けんの。あ、これなんかそこ行けるっぽいわ。行っとく、こうでしょう。ね、うん、よし、さあここで金、金鉱石、これ金なのかなと、素材もらって、サバイバルキットではないのかこれね。ただまあちょっとした隠しアイテムですね。で戻っていく、よいしょ。で再びこっち、よし。さてこっからどういく、これ待ってね、もしかしてそっち下かな、そっちが正規ルート、あっぽいな、そっちか、どっちにしろこっちか。よし、でここ登って、よし、そっちね。でグラップラックス、ジャンプ中に四角を押すとグラップラックスを使用してスイングして裂け目を飛び越えます。こうか。さて、どんどん奥地に来る。でここにも死体か、やっぱ襲撃ですね、ひたすら矢を撃たれた。怖え、グリーンインフェルノ、映画グリーンインフェルノ。よしと、つい最近もね、確かアマゾンの奥地でなんか変な部族をね、ドローンが捕らえたっていうニュースありましたね。よし、でさらに西、ここは最悪だ。荒れ果てたこのジャングルには宝石がある。手の届きそうなところまで来ると足元を救われる。あの底なし穴をもう少しで渡れた。祭壇のような何かが穴の向こうで手招きしている。その上の巨大な石の顔は我々を嘲笑っているようにも見える。何かがキャンプを襲撃した。ヒョウだという隊員もいるが、もっと不吉な何かだったというものも。隊員の半数は探検を中止すべきだと主張している。規律のために私はその中の一人を叱りつけねばならなかった。うんざりする毎日だが、あともう一日あれば、あと一日だけ。このもう一日っていう葛藤がキャンプを全滅に導いた。
全員死んでしまった。哀れな。まあ結構難しいよね。完全にお宝あって、あとちょっとで取れるっていう。帰るわけにいかんもんな。この先で何か動いた。何か動いたらしいです。待ってね。あとこれね。ロープ。これなんかに使うんでしょう。多分。違うの？回せそうな気がする。これね。ん、こうか。さあ、これを。動きませんね。引くのか、こうか。で、そこの奥。よし。ここに。こうね。はい。今のかわいいな。小ジャンプモーション。それね、それ作るのにどれぐらいかかるんだろう。全部石だもんね。削って作ったのか。一応マップ見て、お宝。ないね。よし。攻略に専念できる。いくで、鳥人間。この衣装な、なんかもうちょっと可愛くしてほしいな。さすがにこれは。建設途中で放棄することにしたのね。建設途中の廃墟か。いいね。癒されよう。さあ、サルベージ。と、なんか粉末。多分ガンパウダー。火薬かな。さあ、これをどうする？引くのか。で、ゴンドラ。これがですね、どこに？これまでか。ロープか。よし。さあ、これで、どうしましょう。こっからどうするか。やっぱロープ。これだよね。これを使うしかない。一旦これかな。多分、ぶちに行って、で、こうやってからの、ただこれ意味ある？こうやってからの、こうできるんだけど、これ意味ある？特になくない？あ、でもこれでよし。いいのか。よし。さあ、これで、再び行こうか。どうなる？どう？あ、そっちに行くのか。なるほどね。時間を稼ぐのか。よし、待って。やること分かった。正解だったのに。くっそ。で、今度、インタラクトしたら爆速で乗っていく。どう？これ待ってね。で、これで、こうして、引いたら即座に、行く。はい。よし、あっぶね、これ。さあ、どうかな？奥地。そこになんか、マインクラフトっぽいね。なんかがある。言語版かな？行ってみよう。あー、またなんか落としたな。なんだろう。何がいるんだ。さあ、アイテム。よし。と、お薬。これもらって。ココア。エンジュランスハーブ。ココアもこれか。よし、これが言語版。死の神の一人が注意深く見守るこの地に、シバルバーの門は存在する。根性の生を終え、来世へと渡るとき、誰もがこの門をくぐらなければならない。冥界の門。ここにもこういう輪廻転生の概念があるんですね。よし。で、次ですね。次そっちかな。そこに大ジャンプ。よし。よし、吸い付いた。あー、あぶね。よし、吸い付いたな、今の。待って、なんか変なもの起こってくる。おい。あぶね。なんだあれ。やっぱ人いんのか。
今の危ねえ。あんなの立ったら人死ぬよ。よし。出口を見つけないと。で、イーグルパーチ。クライミングの技術は向上、地形をより早く登れるようになります。よしと。さあ、トゥームクリア、冥界の門。やったー、やったどー、勝利の舞。いいね、なんか若干滑空してるように見える。あとはね、ここ、これいいのか。これこそなんかぶっ壊したいよね。奥行けよっていう。あ、これ祭壇か。いけねえかな多分。ここね、吊るされてる。マヤ文明、あとアステカ文明のかな、こういう生贄文化があったらしいですね。生きたまま心臓をえぐり出したりとか。あれ、誇張なのかな。さあ、ここで、よし、これぶっ壊して、これがですね、アイテム。よし、これ商人ってどこにいんの。ゲーム的に出てくんの。あの金を売りたい。よし、オッケー。さあ、大体帰ってきました。やっぱ見晴らしがいいねこれね。さあ、これグラップラックス。よし。さあ、これで出口かな。どうかな。で、こっからそこに。あ、いい。ジョナ、これずっと待ってんのか、一人で。待ってね、すぐ戻る。よし、アイテムないかな。よしと。さあ、帰ってきました。よし、で、トゥームクリア。よし、さあ、ご帰宅です。ようやく。何かあったかい。またマヤの祭壇と、それから。それから朽ち果てたキャンプの跡ね。先へ進もう。そうね、待ってね。で、キャンプインベントリー強化。あ、できますね。さあ、これがですね、これか、ラップストリング。構え時間が伸びる。まあ、作っとくか。よし。隠された都が見つかっても、どうしたらそれとわかる。ここにマヤの遺跡があれば目立つでしょ。まあな。さあ、ウサギ、これ買って川、川をくれ。よし、川結構大事ね。で、この子か、ここら辺行って今日終わりかな。で、さらに川。よし、カピバラっぽい何か。 OK。 よしよし、 OK ですね。行こう、こっちだ。ここから出られそうだ。ジョナ、手伝って。1、2の3。またこいつか。待て、近いっす、近いっす。さあ、弓矢。あぶね。もうわしの衣装がズタボロになったよ。さあ、回避する。ここはね、慎重に行きたい。待ってね、なんかあった。まずいか。これヒット判定 あるんだ。よし、あぶね。さあ、ヘッドショット。
あぶね、泥まみれ。大丈夫か？手伝って。背中、ひどい傷だ。キャンプを作るよ。傷を見よう。こりゃひどい。この旅はいろんなことが起きただろう。弟のことを考えたんだ。俺はあいつを守ろうとした、父親から。でもできなかった。あなたのせいじゃない。俺がいなかったからだ。じゃなきゃあいつはまだ生きていたさ。俺がうまくやってさえいれば。全ての人を守るなんてできないわ。うん、ありがとう。会いたい。そうね。私も両親に会いたい。最近母の夢を見たの。どんな？うん、すごく鮮明だった。幼い頃父はいろいろ隠した。特に母のものを。どうしてそんなこと？母が死んで悲しませたくなかったのね。隠されてもしつこく探したけど。だらけ。お父さんは大きな謎も残していった。うん、ドミゲスはイッシェルの銀の箱を使って世界を作り変えると言ったわ。あなたにそんな力があったら何をする？そりゃやばい。もう一度弟さんと一緒に暮らしたい。どうだろうな。まあこの世界が好きだ。完璧じゃないけど、俺が好きなものは全部ここにある。冒険者ララクロフトが宝を手に入れるには、王を出し抜いて禁断の墓にたどり着き、白の女王の謎を解かねばならない。多くの困難が待ち受けているだろう。ララ、関数の宿題はやったのか？
冒険者は一時も無駄にしてはならない。今やるとこ。さあ次のステージ、幼少期か、勇敢な冒険者。見下されてるみたい。さあどうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。とね、また次回トゥームレイダーでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。